暮らしのマーケット大学です。今回はエアコンクリーニングなんですが、超難解機種の三菱電機の逆ですね、こっちですね、 FZ シリーズの登場です。もしかしたら永久保存版かもしれないですね。今回は東京エアワークスの松江さんに解説していただきます。それでは行ってみましょう。今回お邪魔したのは東京都西東京市にあるエアコンクリーニングの専門店、東京エアワークスさん。こちらではエアコンクリーニングの専門スクールも併設しています。室内には基礎から上級レベルまで学べるエアコンがずらりと並んでいて、暮らしのマーケットで輝かしい実績を積み重ねてきた松江さんから実技を学ぶことができます。それでは始めます。今回、三菱の FZ シリーズを分解していこうと思います。他のエアコンと違う点は一つです。従来のエアコンは中で送風ファンが、ドーナツ状で、シロッコファン、フローファンというんですけど、それが回って風を出したんですけど、この機種はもう上に大きいファンが2連でついてて、天井の吸い込み側にファンが回って風を出すっていう形状になってます。そこが一番大きな違いになってます。この機種は馬力の大きいタイプのものを大きいお部屋に入れてるケースが多いので、高所に設置されている場合がとっても多いです。このエアコン自体は今までの従来の形と違って、やっぱり同業者さんでも扱いしづらい、エアコンって聞いてますので、そこをちょっと細かく分かりやすくちょっと解説してやっていこうと思います。去年あたりからエアコンクリーニングに出回ってきてますので、かなり多く出てきています。でもう一つは取り扱わない業者さんも多いので、結構予約の段階で、この機種指名でエアコンクリーニングが入ってくることがかなり多くなってきてますね。ポイントを挙げるとしたら、中途半端に分解をしてはクリーニングができないっていう、ちょっと一つ難しい点があります。なので従来型のエアコンと比べるとかなり多く分解していかなきゃいけないなと思います。早速分解していきます。よろしくお願いします。まずフロントパネルを開いていきます。フロントパネルを開けると爪を見てもらうと、これは従来通り三菱さんの構造になっているので、差し込み式になっているので、これをまず引き抜きます。はい、こんな感じですね。自動フィルターお掃除機能付きなんですけど、三菱さんの自動フィルターお掃除は通常前にダストボックスが付いてるんですけど、この FZ シリーズは中心にあります。この半透明のオレンジの、フックを引き出して、オレンジのつまみを引き抜きます。これが今までと違うちょっとダストボックス、こういう形状ですね。はい、ゴミは全部ここにたまるので、ここから開けて中のゴミはお客様の方でちょっと清掃してもらうところです。次は、フィルターを取ります。これは先ほど説明した通り、ファンが前面に2機配置されてますので、フィルターを1枚ずつ左右取っていきます。で取ると、フィルターが中で、挟まれていますので、これをフィルターを、こちらの蓋を開けて引き抜いて、これで清掃が可能です。フィルターを取ると前面の送風ファンが出てくるので、こちらのビスを取ってファン自体を取り外して洗浄が可能です。じゃあこれで、本体の、カバーを分解していこうと思います。そうすると、真下にある、奥側の、フラップを取っていきます。これも従来の三菱さんと同じで、フックで止まってますので、これを解除してあげます。こういう感じですね。はい、で左側も同じようにパチパチと開けて、時空から抜いてあげます。こういう感じです。で、本体カバーを外していくんで、ここに、
リスカバーがあるのでこれを外していきます。でこのビスを2本外します。で、ここに三菱さんのムーブアイ、リモコンの受け口があるので、ここの一式が取れるんですけど、これをまず次に外していきます。こういう形状ですね。うちはコーナーの下のパネルを必ず外すので一旦これを外します。次はこの左右のカバーを取っていきます。ビスはそれぞれ、1本ずつついてますので、で上にちょっと爪がありますのでここをちょっと押してあげて引き抜く感じです。感じですね。この機種は、全て、右側に基板が入ってますので、右側を取って今度は左に行きます。これもちょっと上を押さえてあげる感じで引き出していきます。こんな感じです。最初に下側のルーバーを取ったんですけど、一番上と二番目は取ってないんですけど、その取らない理由は後ほどちょっとご説明させていただきます。今度は基板のカバー外します。で、そうすると、ここに1、2、3、4本ビスがあるんですけど、ここのパネルを取るためには、この配線がありますので、この配線をちょっと抜いていきます。これで外して、今までは外したビスは同じ全部長さのビスが入ってます。でこのフロントのパネルからビスの長さが変わってきますので、この辺はよく覚えておくといいと思います。最初に外したビスとパネルを留めているビスは長さが全然違いますので、これをちょっと間違えないようにしてください。前面のパネルを外していきます。こういう形で上のフラップも一緒に外れてきます。こんな感じですね。次に中の発泡スチロールを取っていきます。これも短いビスです。発泡スチロールは、前面爪1、2、3、4本で取りますので、これを外していきます。そうするとガバッとこう抜けます。こんな感じでついてます。ここはもう使ってるんで、中がすごいカビがついてます。こっから上についてるこのファン、これをちょっと外していくんですけど、この2連のファンのモーター線は全部右から伸びてますので、右から一旦これを先に外します。で、コネクターは、下の4本ですね。これを外します。これがモーターの、4本線ですね。はい。これで、モーター自体は離脱できるようになってるんですけど、この状態では、実際はまだファンモーター自体は外せないので、さらにコネクターを取っていきます。ちょっとこのコネクターのところを見ていただくと、左下の配線コネクターだけ残して、あと全部、一旦ちょっと離脱します。この辺は
各あの配線によっても形状が違いますので、あのどんどんバシバシ抜いちゃってください。もう合うコネクタはもう一つしかないので、はい、で配線を一旦ちょっとあのここで緩ませます。アース線、下の緑の配線ですね、このアース線を抜きます。ファンを取るために配線をちょっと離脱させてるんですけど、基板自体をちょっと落としたいので、基板を取っていきます。基板下のグレーのプラスチックに入ってるビスを抜きます。これも今、さっきのフロントパネルを取ってたのと同じ短いビスが入ってます。この状態で基板が抜けます。最後左の下のコネクタに抜かなかったのは全部基板側についてますので、いちいち抜く必要はないので、これはちょっとこの1本だけは残してあります。通常ですと基板を外した時に連絡線のこの F ケーブルがついてるんで、壁際にブランっていう状態なんですけど、壁の状態だとか設置状態によってはこの F ケーブルを抜いた方がいいので、ここの蓋を開けて、F ケーブルを抜いて離脱させた方がいいと思います。基板を取るとですね、ファンを押さえているビスが、1本、あと左に、1本、同じ感じでついてますので、この2本を外していきます。ビスを2本外すとビスの穴の脇に爪がありますので、これをちょっと上に引き上げて、両方引き上げてあげます。そうすると軽くテンションをかけてあげるとこんな感じでファンのユニットが取り外せます。画面はこんな感じ、かなり汚れてます。最初の段階でこの真ん中にあったフラップを外さないにはちょっと理由があってですね、このフラップ自体はドレンパンに刺さっているものなので、この機種自体はドレンパンを取って洗うのが基本となります。三菱は、ビス止めされてないので、一旦上に上げて引く感じで抜いていきます。上に上げて引き抜く、こんな感じですね。通常のルームエアコン、フローファンが入っている、まあ、ノーマルの機種とかのドレンパンはこのようについてて、一層式というか手前だけなんですね。で背面にはドレンパンですけど、それは取れないので、ただ FZ の場合は、アルミフィンがもう W の、形状なので、ドレンパン自体も、2層式でしっかり取れるようになってます。で、この2段目のフラップの取り方なんですけど、これは分かりやすくちょっとつけたままにしてますが、中心と真ん中の留め具は今までの三菱さんと同じで、これは取り外して緩めます。モーター寄りのフラップを離脱するには、モーターから出てる、プラスチックの芯の部分と、フラップの、形状が、まあ、こういうクワガタ状になってますので、ここだけちょっと外すときちょっと注意が必要です。硬いときは、うちではこういうシリコングリスとかをこう、噴霧してまして、取れやすくしてますんで、棒、芯の、モーター側の棒を持って、あとはテンションを指で押さえて外してあげます。形状はこんな感じです。ここの接続箇所が破損の原因になりますので、ここを外すときは
必ずちょっと慎重に指でしっかりテンションをかけて取ってあげるといいかと思います。当初ではここまで分解して標準のクリーニングになります。この先、クリーニング、さらに分解して洗っていきたいっていう業者さんがいましたら、熱交換器アルミ片を押さえているビス、 あとは背面のこのカバーを取り外すとこも簡単だと思いますので、ぜひトライしてやってみてください。ここまで分解しましたら、今度、クリーニング、実際に洗っていく準備をしていきます。一応アース線、サーミスターだけ残ってますんで、これを、しっかりと、養生していこうと思います。基本的には電装品は全て取ってあるんで、ただ洗浄剤とか汚水が入ってほしくないところだけは、隙間をしっかりと押さえていきます。こういう箇所ですね。カバーをかけていきますんで、こちらのウエス側もしっかりと、マスカーで養生していきます。ドレインパンを取ってしまっているので、ドレンホースから排水が逃げることがないので、下のバケツで全部取るしかないので、そのためのちょっと養生をしていきます。今日は下請けの、ホッパーではなくて、エアコンを全部覆うフルホッパーで洗っていこうと思います。この状態まで分解すると、ドレインパン自体は外してますので、排水自体は全部下から出てきますので、極力いろんな隙間に、汚水が入らないように、保護して水漏れのないような状態を作っていきます。これでエアコンのカバーをかけていきたいと思います。フルホッパーで今回洗う理由としては、まずはドレインパンを取ってしまってるっていうことと、あとはもう取ってしまって熱交換器しかない状態で、かなり強く、クリーニングしてあげることが可能なので、フルホッパーで全体的に飛び散らないように、洗っていくことが可能なので、今回はフルホッパーを選択しています。まずフルホッパーをかけるには、四軸っていうこの金具が必要になります。壁と、エアコンの間にこの四軸を立てて、真ん中にプラスチックの棒を入れます。まあ、これがちょっと基本的に最初のスタイル。フルホッパーは、エアコンを全体的にちょっと包み込むような感じでかけていきます。慣れてくると養生に時間はかかんないですし、もう左右のゴムバンドでしっかり固定できるので、意外とマスカーも使わないですし、楽は楽ってとこですね。エアコンから洗って壁の水漏れが心配になるので、うちではエアコンのフックを外して
中に入れてしまいます。こんな感じです。下から見るともうカバーが内側に入っている状態です。この状態で洗うと水漏れも起きづらいですし、ウエストはこう張って入れておいてあげます。一回ちょっと壁からエアコンを浮かしているので、ウエストの入りはとってもいいです。先ほど、エアコンの背面側にマスカーを貼ってありますが、エアコンの背面とカバーの間から壁側に水が入らないようにここで、この支軸を利用してマスカーを固定します。そういうことで跳ね返った、水も全部エアコンの内部に落ちるように、養生をしっかりしていきます。これで養生は完了です。実際にちょっとクリーニングして、いこうかなと思います。今日は横浜油脂さんのシルバー N ファースト、これを一つ使っていこうと思います。汚れ落ちがいい代わりにエアコン内部で残ってしまうと金属パーツの腐食であったり中の発泡スチロールスポンジプラスチックパーツの効果劣化を早めてしまう恐れがありますので、シルバーリンス、これを使って中性にしていくんですけど、シルバーリンスは、弱酸性です。強アルカリに弱酸性を入れて中和して中性の状態まで持っていこうと思います。あとはコロナ禍なので、うちの方では除菌水を作ってエアコン内部も丸々除菌していこうと思います。最初に横浜油脂さんの、シルバー N っていう強アルカリの洗浄剤で洗っていこうと思います。いろんな洗い方あると思うんですけど、うちでは高圧洗浄機で、アルミフィンに直接アルカリ洗浄剤入れていきます。一つの理由としてはアルミフィンの奥まで入ってる詰まってる汚れをしっかりと分解したいからです。今これで洗い始めてみます。アルミフィンの奥の背面カバーの汚れも落としたいので、しっかりと背面カバーまで、奥届くように洗浄剤入れていきます。で今度正面いきます。横浜油脂さんの強アルカリの洗浄剤を入れたんですけども、ここで必ずちょっとやってほしい一手間があります。必ずうちではpH 試験値で、洗浄剤のpHを測ります。まあ、今回は今アルカリを入れたので分かりやすく今チェックをしますと、アルカリを入れたのでpH 試験値上では強アルカリ、もうほとんど紫に近い色で出てます。これを中和することで真ん中のレモン色の状態までちょっと持っていこうと思います。それはどうしても分量で測って洗浄剤入れてるんですけど、アルミフィンは無数にありますし、いくらベテランになっても洗浄剤の洗い忘れっていうのが出てしまう恐れがあるので、それを防止するために必ずpH試験値は持ち歩いてます。最初に横浜油脂さんの強アルカリで入れてるんですけども、その洗浄剤を的確に中和していきたいので、最初に丸山の高圧ポンプでだいたい2メガパスカルぐらいで入れたんですけど、ここで全開にして3以上ぐらいでちょっと回して、しっかりとアルミフィンに入った洗浄剤を流していこうと思います。この機種は通常の機種と比べてフローファン、シロッコファンが入ってないので、もうドレンパンを取ってあげると熱交換器だけになるので、洗ってあげるとかなり綺麗になる機種だと思います。なので的確にしっかり と分解してあげることがちょっと大切になってくると思います。これでちょうどまあpH 的には
中和されて中性の状態、この状態までは持っていかないといけないかなと思います。通常横浜油脂さんではアルカリを入れて、弱酸性リンス剤を入れて中和して中性になれば問題がないというところですけど、今コロナ禍なのでうちの方ではしっかりと今度は除菌水を入れて洗い流していこうと思います。でその除菌水もせっかく中和して中性にしてますので除菌水自体も、中性のものを使っていこうと思います。除菌水は今までのアルカリ、リンス剤と違って、こんな感じでちょっと泡立ってきます。まあ、それがちょっと除菌剤が入っている、まあ、うちの方の目安になりますね。ちょっと炭酸チックっていうかですね。エアコンクリーニングを初めて間もない業者さんでしたら、この、フルホッパーの方が使いやすいと思います。慣れてきてベテランになってくると、いろんなマスターを使って下請けのホッパー使ってくると思うんですけど、最初はこれでやると、ご家庭のお客さんのお家に上がり込んで、そこまで、洗浄液とか、すすぎの水しぶきが飛ぶことはないので、初めて間もない方はこのホッパーは使いやすいホッパーだと思います。洗い上がりましたら、熱交換器の水をしっかり抜いてあげたいのでブロワーを使って水を抜いていこうと思います。これで作業の方は終了になります。こちらの機種はエアコンクリーニングが敬遠されがちな機種なんですけど、まあ、実際やってみるとですね、そこまではハードルは高くないかなと思いますので、ぜひチャレンジしてください。でこの動画を見てですね、思い出したらお客さんのところの作業行く前に一旦見ていただいてもいいかなと思います。分解にあたって必要な点は、やはり配線の通り道。そこはちょっとお客様のご自宅で、一旦左右のカバーを開けた段階、もしくは、少し、分解した段階で、自分たちで、シャメでしっかりと配線の通り道等を確認すればよろしいかなと思います。以上です。ありがとうございました。実際は僕もそれなりに経験をエアコンクリーニングしてきてるんですけど、自分が今までやってきたそのエアコンクリーニングのことをやっぱり若い世代の人にこうどうしても引き継いでいきたいという思いでちょっとやり始めてはいます。培ってきた自分のその技術であったり接客であったりっていうのを教室を通じて同じレベルの人間を育てたいという思いでやり始めました。エアコンクリーニングスクールっていうのは、対象としては3つ用意してます。はい。1つはこれからエアコンクリーニングしてみようとか、まあ、ハウスクリーニングはしてたけどちょっとエアコンはやってなくて、ハウスクリーニングの中ってそのエアコンクリーニングの売り上げの需要っていうのはかなりあると思うんで、まあ、これからちょっとこうエアコンクリーニングを力を入れてやっていきたいっていう、まあ、初心者ですよね。はい。でその人たちを教えるコースがまず一つと、もう一点はエアコンクリーニングはしてるんですけど、ただ新機種もしくは今多い自動フィルターお掃除機能付きエアコン、それにどうしても手が出せないとか、はい、まだやったことない機種を覚えていきたいっていう経験者であるんだけども、あまり自信がないじゃないですけど、はい、そこのまあクラスと、あとはまあこの機種だけをやりたい、ちょっと覚えたい、お客さんの家に行く前のその予習として新機種、自分がやったことない機種をやっていこうっていうスポットの
あの業者さんっていうちょっと3つのコースで教えていきたいなと思います。当教室はエアコンクリーニングの専門のスクールです。初心者からベテランの方まで、まあ規模も小さいんですけども、アットホームな感じで、ただエアコンの分解洗浄はしっかりと教えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。松江さん、ありがとうございました。これは永久保存版だわと思った方はぜひいいねボタンを押してください。次回もプロの技をたっぷりとご紹介していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。